皆さんこんにちは。今回から天平文化というところを見ていきます。いわゆる奈良時代の文化というところになりますね。早速ですがラインナップ見ていくことにしましょう。参ります。天平文化はですね、その全体像を確認した後、この天平文化の特徴である国家仏教というところについてお話をしておきます。政治でもできてきたような鎮護国家思想という単語です。そしてその中心となる南都陸宗といったりします。三論成実発想記者華厳律というこういった宗教について見ていくことになります。はい、まずは成立背景というところなんですけれども、文化史はまずいつの時代の話をしているのかということをしっかり押さえてください。飛鳥文化といったら飛鳥時代というふうに分かりやすかったですが、天平文化と発音します。これは天平という年号が中心だったからそう呼ぶんですけれども、聖武天皇の時代を中心とした奈良時代の文化なんですね。ですからまずこれ覚えちゃいましょう。天平文化は奈良時代、天平文化は奈良時代、天平文化は奈良時代で、この天平文化は奈良時代どんなものがありましたか。中央集権国家、難しい言葉書いてありますけど、いわゆる政府が律令に基づく政府ができたその頃ですよ。そして中国唐の最盛期、最も文化的に中国唐が栄えていた頃の影響を、具体的にね、唐の影響って何なのか、中国風のものがいっぱい入ってきますから、中国風の仏教とかもそうなんだけれども、そういったこれ中国風だな、中国風だな、抑えたい。最終的には平安時代にこれ国風文化といって中国風のものがあまり入ってこない時代とかがある、日本国風の時代が、それに対して中国風のね時代だった、そんな時代、天平文化を見ていくことにしましょう。はい、ということで天平文化の中見ていきましょう。今回は天平文化の仏教です。古代の文化というのはもう仏教が8割ぐらいいうぐらい仏教がその中心になるので、仏教を抑えればその文化がもうマスターできるっていうぐらいです。この奈良時代は天平文化は国家仏教、前は何でしたっけ、覚えてますか。飛鳥文化のところで氏族仏教、氏族と書いてね、一族の繁栄なんかを祈る仏教だったのに、国家の繁栄を鎮護国家思想といって国家を鎮め守る、そんな仏教が流行った時代、こんなんがこの天平文化国家仏教の時代ということになります。その国家仏教の具体例として国分寺、国分尼寺というお寺を全国に作ったり、大仏というのを奈良に作ったりで、全国に作る国分寺、国分尼寺、こんなのをお役所代わりみたいにして仏教を政治にも使っていくんだよね。その国分寺、全国に作られる中心が総国分寺と言いますけど、総合の総という字を書いてね、東大寺。同じように国分尼寺、尼という字を書く尼さん女性のね、なんかがいる、そんな尼寺、国分尼寺の中心が法華寺、そしてこの東大寺に大仏を作るわけですよ。東大寺の大仏見たことある人いるんじゃないかな。これ、今の写真ですけどでかい。ちなみにですけれども、これ東大寺の大仏殿、大仏が中にいますが、この奈良時代、天平文化の時代はこれね、作り直されてるんだよ。1回開けちゃってもっとでかい、幅だけど 1.5 倍ぐらいみたいなね、すんごいでかい。でその中に大仏様、見たことある人もいるんじゃないかなと思うけれども、どうでしょう。大仏見てみんながいます、でかーってね。そんな大きい、もう見たこともないようなすんごいの見て、うわー、こんなの作れる天皇って超すげえ、こんなの作れる国家って超すごいと、もうこんなのに逆らわないと。だって冷静に考えて大仏見たことある人、あれと戦って絶対負けそうでしょなんて話。そんなものを国家の権威に使っていくね。大仏を作って鎮護国家、これによって仏教によって国を鎮め守る、これがまず奈良時代の仏教の特徴だということになります。はい、そして仏教、南都陸宗と言ったりしますね。六宗でもいいんですけど、この時代の仏教、天平文化の仏教、南都陸宗といって6個ですね。そのままですけど、三論、成実、発想、記者、華厳、律とね、あります。この6個ありました。大事なポイントはこれ、後世の宗派とは性格が異なり、一つの寺院にいくつかの宗派が存在、すなわちこれ要は一個の場所に今これ例えば東大寺の中に、東大寺は華厳宗のお寺なんですけど、華厳宗以外を勉強したりするのがあったりするんですね。すなわち後の時代みたいにね、もうなんとか宗となんとか宗が喧嘩してみたいな、そんなんじゃなくて、イメージからすると、例えば大学のその科目みたいな、例えばこれ経済学部に行ったって法律は必ず勉強したりするんですよね。そうしないと経済分かんなかったりというふうにね、もちろんもの違うんだけども結構深く関連したりしていて、その喧嘩してどうこうじゃなくて、同じ宗お寺で何個かのなんていうのかな、この宗派を勉強したり、ちょっとこの後出てくる例えば浄土宗となんとか宗がみたいなのとは違うということを分かっておいてください。だから似てるとこあるんですよ、ね、似てるとこ重なるところあるから違いがもう聞かれることほぼないです。違いが聞かれることがないので、あとはこれを聞かれるとしたらもう6個セットで、ちょっと大変なんだけどね、三論成実発足者華厳律ね、三論成実発足者華厳律ということで、もう唱えちゃうのが一番早いかもしれないですね。三論成実発足者華厳律、三論成実発足者華厳律、三論成実発足者華厳律とね、今日寝る時10回唱えてください。もうそれでおしまい。三論と言われたら成実発足者華厳律で出てくればそれで OK かなと思います。こんな6個違いなんか出ませんから、これはセットでね、頭使うとこは頭使う、体使うとこは体使って覚える、それが大事かもしれません。立宗なんかを伝えて鑑真というすごく有名な中国のお坊さんもこの後また見ていきますけれども、まずは南都陸宗というのがこの頃あった。南都ってちなみにこの後今奈良時代、奈良の都がありますが、平安京とかに都が移っていく。で、そんな都が変わった後も奈良の都のことは昔の平安京と比べて南の方にあったから南都ってずっと呼んだんだよね。その南都、奈良で流行った6個の宗派ということで南都陸宗という言い方をしたりします。はい、それでは練習いきましょう。今回は天平文化の全体像を見ていっている形になりますね。まずは成立背景特徴です。この中国等の最盛期の文化の影響を強く受けた文化を何文化と言いますか。もう言っちゃってますけどね。天平文化という。それから国家仏教なんてあります。なんとか思想に基づき国分寺、国分尼寺とか大仏なんかが作られた。なんとか思想、仏教によって国を鎮め守る、漢字でしたね。鎮護国家思想、鎮護国家思想、仏教という言葉はその単語に出てきませんが、仏教によって国を鎮、鎮め、護、守るから鎮護国家思想と言いました。そしてそんなん作られた、鎮護国家思想で作られた国分寺の中心となる寺、これは総国分寺と呼ばれるそのお寺のことを指してますね。東大寺、当たり前のように喋ってますけど、東大寺はどこにありますか。奈良と京都違いますからね。平安京のところの勉強なんかをちょっと抑えながらね、特に奈良京都近くに住んでる人は当たり前と思うかもしれないけど、もう奈良と京都一括りで同じとかしちゃってる人じゃないですか。大丈夫ですか。ということで東大寺というお寺が、これが奈良ですから、京都じゃありませんからね。そして、その京都に都を移った後も奈良だった場所、奈良は奈良ですけど、南都と言いました。その奈良時代に流行ったというか、始まったね、その南都陸宗と呼ばれる仏教理論、なんとか成実発足者なんとか律も唱えて覚えちゃいましょうって話でした。三論、成実発足者なんとか律ですから華厳宗。一応東大寺なんかもこの華厳宗のよいしょお寺ではあるんですけどね、ただすごく大きな中身に違いがあって、それぞれが対立してとかっていうものでもないというところでした。最後、中国唐からやってきた鑑真、また後でやりますが、鑑真は日本人ではないですからね。中国から来た中国唐のめっちゃ有名なお坊さんです。これ南都陸宗のうちなんとかを日本にね持ってくることにということ、よいしょ、立宗、この一番最後の立宗というのが鑑真が日本に持ってきて、でこれ戒律なんて後で少しやりますけどもね、いわゆる立宗というのはお坊さんの守らなければいけない戒律というルールをねしっかり決めて、それを中心とするような宗教だったりするんだということです。仏教、奈良時代の仏教としてこんな南都力宗、鎮護国家思想に基づいて国がこの仏教を使いながら政治をしていこうとしたんだっていうのを押さえるようにしてください。もちろんこんな国分寺作ったり東大寺に大仏作ったりは何天皇ですか、聖武天皇、その聖武天皇の時代というのをイメージしながらお願いします。はい、ということでまずは今回天平文化の全体像ですね見ていきました。しつこいようですが奈良時代、そして政治と仏教というのが深く関係する、そんな時代であったというところを押さえるようにしてみてください。